皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんがライブ配信した、何か大きなことがやってくると題された動画を3回に分けてご紹介します。何か大きなことがやってくる。美しい魂をお持ちの皆様、本日は素晴らしい日をお過ごしかと思います。本日は皆様に本当に大切な情報や完全に的中した予言、いくつかの重要な話題に触れます。その中には将来起こり得るであろう気象を口実にしたロックダウンも含まれます。その予言をしたのは2年も前のお話になります。また衝撃的なことにホワイトハウスからある計画の情報が漏洩し、そのことについてもお伝えしようと思います。また前に予言した TikTok を禁止する法律についてですが、これがこの星を奴隷の惑星にする計画とどう関連するかについてもお話しします。そして AI と医者に関する情報や日々浴びている放射能についてもお伝えします。それだけでなくリモートビューイングで見えたとても荒々しく恐ろしいものについてもお伝えするつもりです。私はジョセフ・ティテル。スピリットマン JT と呼ばれています。正確な予言と信託、そして真実をお知りになりたいのでしたらぜひともこのチャンネルをご覧ください。多くの有益な情報をお見せできると思います。スパチャをいただきありがとうございます。チャットルームにお集まりの皆様にもご挨拶申し上げます。初めてこのチャンネルに訪れた方には生々しい映像や衝撃的な画像が出ると思います。それらはとても気分もかき乱される場合もありますが、それらがいかに以前予言したことと関連があるかがわかると思います。このようにすべての予言が現実のものとなりつつあります。私のサイトを訪れていただければ毎月更新されるニュースレターで数秘術や占星術を駆使した情報や教室の案内をご覧いただけます。不思議なことにチャンネル登録がいつの間にか外れている場合もありますのでご注意ください。このような不公正な事態が常に起きています。皆様のご支援のおかげでこの無料のコンテンツを配信することができます。世界中で今気象による災害が起きていますが、これもまた何年か前にお伝えした予言が的中しています。ここである映像を共有しますが、これを見ればこの地球で今どれだけ狂った事態が起きているのかわかるでしょう。前々から多くの兆候が空に現れるとお伝えしています。リビアでの4月23日の映像ですが一面が赤く染まり砂嵐が吹いています。中国のハルピンでは空が真っ赤になり太陽までが赤くなっています。ドバイでは突然雨雲に襲われ洪水となり、中国では巨大な火球が見え、アフリカでは車が垂直に飛ばされるような竜巻に襲われました。インドのガジプールは大規模な山火事に襲われ、台湾ではマグニチュード 6.2 の地震が到来し、中国の五州市では突然大嵐が襲ってきました。アメリカではテキサスをはじめ様々な地域で竜巻が発生し、アルゼンチンのサンタクルスでは突如湾の中から巨大な氷山が姿を現し、船がぶつかりそうになりました。車で山道を走っていたら突然土砂崩れと落石に襲われ、中国の広東省では何日も続く豪雨により道が川と化して車が流されています。洪水により大きな橋が完全に崩落しました。空から見ても広東省の村との家が洪水で沈んでいるのがわかります。ドイツのバートテルツではゴルフボール大の氷が降り車の窓ガラスを割り、車体はくぼみだらけになりました。中国の五州市では嵐で完全に屋根が吹き飛ばされ中身が丸見えになった建物が見えます。ルカの福音書21章25節では、また一月と星とに印が現れるであろう。そして地上では諸国民が悩み、海と大波との轟きにおじまどう、と書かれています。世界中で自然災害が猛威を振るい、何年も前に予言したことと符合します。
2021年に次のロックダウンは気候変動や自然だと言われていることを口実にすると予言しました。例えば放射能や毒物、そして戦争などです。そしてこれらの出来事は未来的な最先端技術が使われるともお伝えしました。何かしらホワイトハウスから情報が漏れ、ロックダウンを企んでいたことが発覚するかもしれません。そしてサイコパスたちはプラン B を発動させるでしょうが、それが一体何なのか心当たりのある方はコメント欄に書き込んでください。次の映像は心してみてください。闇側はあらゆる出来事を私たちに突きつけています。前々からお伝えしている通り彼らは私たちの目の前に見せているのです。そして人々が未体験の出来事に反応できないでいます。だからこそ闇側は暗く邪悪な企みを次から次に出してくるのです。それではこの不気味なホワイトハウスからの内部告発を聞いてください。レポーター、NBC ニュースの報道によればジョー・バイデン大統領は気候による非常事態宣言を宣告しました。そうやって緊急状況下彼は権力を持ち続けることができます。生物多様性センターの推定によればジョー・バイデンは戦時と同様の権限を持てるそうで、民主的な手続きを経ず議会の決議をしないままグリーンニューディールを押し付けることができます。これは本当にハロウィンのような驚くべきお話で、そのくらい彼らは追い詰められています。この情報が漏れた背景としてジョー・バイデンは独裁的な権力を持とうとしており、民主的な手続きなどどうでもよいのです。狂ったお話ですね。これもまた闇側の計画の一部であることは疑いようもありません。スピリットはこのビジョンを何年も前から見せていました。すでに2021年の時にスピリットは気象が次のロックダウンの口実となると予言していました。2020年の時に人々は流行り病のせいで外にも出られず、何かしら新たな手段で人を外に出さない方法が模索されました。気象は確かに一つの有力な口実となり得ます。気象について言えば人々があらゆるパターンを知っているわけではなく、政府は自分たちの持つ力を見せようとはしません。この定例予言などで政府が気象や人々の心をコントロールできることをお伝えしていますが、そこでは様々な不気味な方法について語ってきました。邪悪な彼らが何をしてくるか、皆様も想像できると思います。彼らの歪償で邪悪な心は大きな惨劇を招いてしまうでしょう。以前配信したチャネリング予言を思い出していただければ、複数の国でいくつかの場所が爆破される事態を予言しました。またリモートビューイングできる人たちはキリストの再臨についても語っています。これはとても興味をそそられるお話です。これは私の予言とは必ずしも一致しませんが、キリストの再臨と関連があります。ホピ族の人たちは直接このことについて予言していませんが、彼らこそこの地球に初めて来た人類だと言っています。その予言の中では前回の大洪水の時代に星の兄弟が降りてきて人々をアリゾナの3つの地域から地球の外へ救出し、水が引いてからユタに近いアリゾナの4つの地域に人々を降ろしてから地球の四方に散って人口を増やすよう言われました。ホピの人たちは予言に通じており、このような事態が再びやってくると信じています。地球が再び変動するときに星の兄弟たちがやってくることです。このことは本当に起こるのでしょうか？キリストの再臨は宇宙人が関わっているのでしょうか？グレイが絡んでいるのでしょうか？いかがでしょうか？日本のメディアがどこまで報道しているのかわかりませんが、今世界中は猛烈な出来事に襲われています。まずは生き残ることが重要です。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、
コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。